神郎は瀬戸内海の無人島である。東西 1km、南北1 1 0メートル,南北110メートル周囲 2.2km の流門岩からなる島。島全体が瀬戸内海国立公園に含まれている。透明は島を覆う笹の色に由来している。明治期には開墾事業が行われたが、水の瓶の悪さから無人島のままとなった。その後も井戸水が湧かない。 砂浜がないといった理由から上陸するものは少なかったが、1962年に牛窓町から関西学院へ売却され、キャンプ場となった。現在は、桟橋、キャビン、トイレ、シャワー等の設備が整えられており、関西学院中学部及び系列校の広明学院中学校が毎年季キャンプを実施している。定住者はなく、キャンプ時以外は無人である。 定期航路もない。また、タヌキが生息している。武藤誠、関西学院大学名誉教授により、島内から、弥生い時変、魔性石器、内イ型石器、石角石器が採集されており、縄文改新以前には、人間が生活できる環境であったと考えられている。太貸に皆で住む楽しさは日に焼けしわが、姿無かでの行き来する夜半の天とはが楽しき太貸よ。 網戸のなき窓ただ一つありすきま漏れくる、潮風船虫の足音さえ聞こえくるわがとのしき、青島よ。ありがとうございます。